車の話坂戸店のコーナーです。はい、やってきました。なんか声ちっちゃくないですか？あ、声ちっちゃいですか？やっぱグランツーリスモ帰りだから。そうです、あの実はですね昨日あのオーストリアから帰ってきましてですね、絶賛時差ボケ中です。たった2日しかね、はい、あのヨーロッパ行ってないんですけど、はい、日本ちょっと住みづれえなみたいな、ちょっとヨーロッパかぶれてるんですよ。今日何度だと思ってるんですか、最高気温。38度ぐらいじゃないですか。マジ40度近く行ってますから。マジですか、はい。まあまあでも群馬です。あ、群馬じゃない、この間違え、ここ、ね、埼玉県、埼玉です、まあはい、埼玉県北部群馬みたいなもんなんで、あ、半分群馬。まあまあまあ、まあ、すいません、はい、はい、というわけでひろきさん、今日は、はい、アエットさんが車を新しく仕入れたと、はい、ですね、はい、でぜひひろきさんに見ていただきたいと、はい、いうことで早速行きたいと思います。お、こちらです。丸めの GDB ですか。はい、めちゃ珍しいですね。実はこれ2002年とか2003年ぐらいだったと思うんですけど、はい、出た当初、まあ、GC8 からこの GDB A 型 B 型 A 型 B 型って本当初期の型式なんですけど、このタイプの丸めの車になって、初めはちょっと人気がなかったんですよ。みたいな、今までの GC8 とか知ってるユーザーからちょっとなんかイメージに合わないとかだったんですけど、ここ最近 3,4 年ぐらい経ってからめちゃくちゃ人気が出てきた車種で、はい、まあ、実際今見てみると可愛いし、こんななりでもね、四輪駆動でターボついてて、はい、めちゃくちゃ速いんで。280馬力ですから。そっか、この頃280だ、はい、そうだ、はい、結構その GC8 から比べると、まあその側はまああのかっこいいとかいろいろあのちょっと合わないとかありましたけど、ボディ剛性も上がってますし、あの馬力もそのままGC8 からの継続で280馬力なんで、だから本当に乗りやすくさらに進化したっていう、まあ、携帯の車だったんですよ当初、はい、というわけで今日は、はい、まあ、ヘッドさん仕入れてきたんですけど、はい、まあ、やっぱりひろきさんなら何でもしてるだろうと、この車を、はい、まあ、評価してほしい、おー、まあ、どんなところがやっぱり気になりますかっていうね、はい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 、この車2002年式、はい、13万5000キロです、はいはい。そうするとやっぱりどうしてもリフレッシュしたい部分って出てくるじゃないですか。そうですね、はい、はい、ぜひ見ていただければな。ああ、わかりました、はい、あの全国の全世界の GDB のユーザーさんにお気をつけた方がいいですよ、まあ、そうですね、 GDB でだいたい2002年、まあ高の目、まあ、丸目から高の目までそうなんですけど、だいたいもうあのいくら走行距離乗ってなかったとしても絶対あのゴム系のところはどんどん弱くなってきちゃうので、まあ、そういったところで、はい、まあ、こういった車はここやった方がいいよとかっていう、まあ、アドバイスも含めていろいろできていければいいかなと思います。はい、はい、じゃあ早速見ていければと思います。わ、はい、かりました。ちょっとパパッと、あ、でも純正じゃないですかね、いいですね、はい、純正ですね。前のオーナーの方がすごい丁寧に乗ってたので、本当に、まあ、パッと見たところ全部は純正で、まあ、足とかはしてありますけど、まあ、基本的に綺麗ですね。まあ、やっぱりその距離もいってるんで、こういうアッパーマウントとかっていうのはかなり劣化が進んできて、こうやってブッシュが切れてくるので、まあ中にもあのユーザーの方で知らず知らずのうちに乗ってて、こうコトコトとか音が鳴ったりとか、まあならないにしても切れてる車ってすごい多いので、ぜひまあこういったところ気をつけてもらえれば、このまま使ってると突き抜けるので、ぜひあの交換とかをお勧めしています。はい、あとはそうですね、まあ、見えない範囲でいうと、まあ、ミッションマウント、エンジンマウントは確実にへたってくるので、まあ、そういったところを変えてあげたりだとか、で、まあ、EJ20 は結構冷却系のところをしっかりあの直してあげると、エンジン自体もあのかなり戻ってくるので、パフォーマンスが、まあ、例えばそのこういうラジエーターも純正ラジエーターでもいいですけど、まあ、あの車外のアフターパートで出てるような全部アルミのラジエーターに変えてもらっても全然いいですし、まあ、あと特に、まあ、こういうサクションパイプ、サクションホースっていうのがどっちだっけ、名前をちょっと忘れちゃったんですけど、ここは割とそのターボ、タービンにつながるインレットのところがあの結構ゴムが劣化して切れやすくて、そこから二次エア吸ったりするので、まあ、割とここも変えてあげるのをお勧めしています。まあ、これ変えるだけでもだいぶあの車外の製品とかに変えるだけでも全然あのエンジンの吹き上がりとか変わってくるので、まあ、STI とかでもあったんですけどね、まあ、未だに変えると思うんですけど、 STI のだとこの流量の径が太くなるので、ターボのブーストの立ち上がりが速くなったりだとかっていうことも貢献します。そのぐらいですかね。あとはまあまあやろうと思えばエンジンオーバーホールであったりだとか、まあ年式的にまあ13万キロなので、まあ完全オーバーホールとまでいかなくても
まあ、例えばピストンリングとかそういった減ってくるところは交換できてくるかなというふうに思います、はい、あとはそうですね、特にこれといって気になるところは、まあ、ちょっと下回りなんで見れないですけど、あのアームのリンクとかそういったところのブッシュは割と多分見えてなくても切れてる、まあ、確実に切れてると思うんですけど、そういったところリフレッシュするだけでもあの全然こう車のシャキシャキ感、剛性といいますか、ハンドルを切った時の応答も全然変わってくるので、まあ、そういったところも含めてトータルであのリフレッシュしていって、まあ、どのぐらい予算感でできるのかと、まあ、実際にどこまでできるのかっていうのも含めてやっていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、やっぱりね、いろいろ今お話を聞きましたけど、やっぱり走って見ないといけないなっていうふうに、ね、はい、思ったんですけど、はい、ちょっと試乗しに行きません？ぜひ、じゃあぜひバンドに行ってどんな感じか乗ってみたいと思います。はい、さあというわけで、じゃあ、はい、行きましょうか。わかりました、はい、では試乗へ行ってみたいと思います。あ、でもこの車結構割とシャキッとしてるな。シャキッとしてる、うん、シフトもまだそんなに、全然13万キロとか乗ってくるとどこのギア入れてもニュートラルみたいなブッシュが下手って なってくるんですけど、その感じも全然ないんで、あとやっぱ車重が軽いです、他の GDB の。あ、まあそうですね、CDEFG に比べると全然ボディが軽い、もう踏み出した時の加速感が全然違うから。 GDB でパワーが欲しい、でも車体も軽くなってほしいっていう方はこの AB の丸め、はい、すごいおすすめです。単純にアッパーマウントのブッシュは結構よれて、はい、あのダメになってる感じだと思うので、そういうところをリフレッシュしてあげればだいぶ変わってくると思います。はい、じゃあこの車3連メーターもついてるんですね。あ、そうなんです、これめっちゃ高いですからね、5万とかしますから、ヤフオクで5万円。 STI の確か今も廃盤ですけど、純正オプションみたいなので当時入れられたメーターで、はい、これをね、今の人たちがこう欲しくて欲しくてよく漁ってますからね、一瞬で売れます。売れるでしょうね。状態で結構しっかりしてて、驚いたのが自分が乗ってる高野目の GDB の F 型に比べるとこっちの方がシートのスティッチの入れ方とか結構お金かかってるんですよ。だからやっぱりそのモデルチェンジした時に GC から GDA にした時に多分だいぶ予算というかお金をかけて、こんなスティッチとかねないんですから。座り心地は一緒ですか？いやでもなんか、まあでも同じかも、同じっすね、この形というか全体的に。これめちゃくちゃ綺麗に直して、まあ全然すごい最近この方の GDB は高値で売ってますから、いいと思いますよ。丸めって僕も最初に見た時はうんってなったんですけど、そう、初め俺も見た時はちょっとね、初めは残念だったんです。今見ると全然そんなことないですよね。今見ると GDA 中だと割と丸め結構好き。いや高野目に最近飽きたんで、ちょっと最近丸めの GDB の方がかっこいいなと。お、乗り換えですか？ねえ、これのでも GDB あれ GT3 タービンついてますからね。なんか凄まじくストロークするサスペンションですね。そう、グループ N のサスペン
変えてシャキシャキしてる。自然災害にこう立ち向かうぞと、何かあってもな、そういうライフラインを確保するっていう意味で必要なんです、はい、なんか乗り心地が悪いなとか、あんまそういうの感じないですよね。まあそうですね、結構やっぱ車重がね軽い、全然、はい、なんか車が軽快に動かれてますよね。動きますよ。これはいいっすね。いやはい、ということで市場に行ってきて、はい、椅子の辺が真っ暗になりましたけど、そうですね、あのものの15分ぐらいで、ね、さっき明るかったんですけど、はい、まあ暗くなってしまいましたが、はい、でも車自体はすごい良かったです。あの13万キロとは思えないほどボディしっかりしてましたし、多分前のオーナーさんもそんなにこうサーキット走ったりとかは一切してない車です。ボディの剛性感そのままでした、はいはい、俺の GDB 結構フィラミナなんですけど、この GDB はシャキッとしてました。じゃあズバリヒロキスペシャルしていただけないかな。そんなこと言うと本当にやりますよ、ガチで。やっていいそうです。スペシャルエディションやっていいんですか。やっていいそうです。350馬力ぐらい出して、はい、車重を1200キロぐらいでとどめて、歴代の WRX の中でもすげえ乗りやすいバランスのいい車にできます、はい、この子はやりましょう。お、じゃあ山田さんが全部取り付けやるんですか。あ、僕がやります。やっぱ最後やってもらわないとあれなんで。あの僕メカオンチなんです。大丈夫ですよ、うちには敏腕メカの、あの松田メカが、松本さんです、あ 松本さんがいるので、はい、あの前回もいろいろロールバーの取り付けとか、はい、あの幅広くいろいろとチューニングも含めてやってもらってるので、はい、あの一緒に取り付けるときはやっていただいて、スペシャル仕様のGDB 丸めを1台仕上げていきたいなというふうに思いますので、こうご期待ください。はい、というわけで模様はねまた動画にね、はい、しましょう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、はい、では次回お会いしましょう。さよなら。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。